看板が出ていた。危険、立ち入り禁止。トーマスは機関士を踏み板から振り落とし、貨車の後ろから引き込み線に入っていった。あ、戻れトーマス。わあ、落っこっちゃったよ。危険標識があるのは分かっていたんだけど、その先に進んだらどうなるか知りたかったんだ。それで標識を越えて側線に入って穴の中に落っこっちゃったんだ。荷物の箱やトランクがあちこちに吹き飛んだ。うわあ、こっそり近づこうとしてドッグハムハット卿の荷物を乗せた台車にぶつかったこと。トランクも洋服もジャムの瓶も投げ出されて、僕の頭とトップハムハット卿の頭がベトベトになっちゃったんだ。トップハムハット卿はカンカンだったよ。だけどわざと台車にぶつかっ、よーし、レールを取ってしまえ。みんなは古いレールを取り除くと、ヘンリーの前にレンガを積み上げ壁をこしらえていった。他の機関車が間違ってぶつからないようにするためだ。ボディを塗り直してもらったから、お気に。そのまま僕をトンネルに閉じ込めちゃった。あれは悪い。すさまじい勢いで駅を通り過ぎると災難が待ち受けていた。タール運搬車に突っ込んでしまったのだ。だけど貨車ってやつはそう信用できるものじゃない。押せ押せ。貨車たちは思いっきりぶつかり、パーシーの機関士と助手を踏み板から振り落とした。わー、パーシーは看板の向こうに突き飛ばされ慌てふためいた。もういい、もう押さないで。海に落ちたでしょ。押せ押せ。うわー。